ここがシーパライソの水族館ですか。現実じゃないとはいえ、なんだかワクワクして。うわ、すげえな。俺こういうとこ来たの初めてだよ。水族館、ショッピングモールにホテル、複合型遊園地ってやつか。時間があれば順番に回ってのんびり遊んでいきたいですけど、今はそれどころじゃない。へえ、せっかく来たんだし絶叫マシーンとかの。今度こそミュウに会えますかね。さあな。ただ今の俺たちにできるのは手に入れた情報。ま、見つからなかったら適当に観光しながら次の一手を。随分と余裕だな。いずる先輩も慣れた方がいいですよ。帰宅部、あんまりシリアスな。遊びに来たんじゃないんだってば。シーパライソもう来る。それにしてもここでミュウが下痢。その割にこの静けさってことは、ライブの後ならもう少し熱気の入ったファンがいてもおかしくないから。まだ。なるほど、確かにそうかも。おい。お？僕にもみんなのような力があるんだろう。5つ。ユウの心が大きく揺らいだ時かな。普段心の奥底。心の揺らぎ？そういうのとは無縁の人間に見えるな。ああ、確かに。ちょっと失礼だと。いや、その通りだ。僕には心なんてそういう条件があったのか。帰宅部についてくれば戦うための力が手に入ると思っていたが。そんな。やっぱりここにも嫌がるか。峰沢君は後ろに下がってて。よーし、行きますよ。ちょっといずるの方に。部長、こっちは私たちに任せて。武器を手にすることもできず、自ら現実に望みが叶うというこの世界の中でさえ、僕は他人に手を引いても。大丈夫。ああ、問題ない。ん？あれ、傷一つない。見間違い。そうか、他人からの攻撃でもつくづく嫌気がさすよ、この世界に。何って。ん？これいけるの、イズル。ぐー。イズルの思いをデジヘッドにぶつけちゃって。思い？よくわからないが、やってみよう。始めようか。手加減はなしだ。イズル、助かったよ。大したことはしてない。なるほど、これが戦うための。イズルの心をかたどったイズルだけの武器だよ。僕の心？さきは悪かったな、無縁だなんて言って。峰沢君にもあるじゃない、心の揺らぎ。よかったですね。まるで心が動かない人なんていませんよ。もう準備は整ったって感じですか。それじゃあ。心ね、そんなものが僕には。
どうでもいいことか。うわ、でっけえ水槽だな。サメでも入ってんの？この巨大水槽がこの水族館で一番の目玉らしいですよ。でも水が入ってませんね。あ、水槽の中に人がいますよ。凌介知った顔か？ええ、昔のね。で、水槽が熱すぎて、なんて言ってるのか。ねえ、この人の足、鎖でくくり…捕まっていると考えるのが普通だな。水槽に水が入ってきてます。おい、これまずいだろ。早く助けてやんねえと溺れちまうぞ。あんた何？うちの水族館の新しい展示物は気に…なんだお前。私はオスティナートの学士1 いいえ、全そこの髪の長い女、あの男に見覚えがあるんでしょう？そうみたいね。どうでもいいけど。どうでもいい？隠そうとしても無駄よ。彼氏に冷たすぎるんじゃない？小田の先輩、彼氏…ああ、終わった。こんだけ綺麗でいないわけないじゃんか。そうですよね。ブスには貧相な男がお似合いよね。さ、ひざまずきなさい。泣いて命乞いするといいわ。大事な彼。どうぞご自由に。それじゃ彼氏さんが。もう勘違いしないで。あんなの彼氏でも何でもないわ。部長、さっさとこの勘違い女を締め上げてミュウの居場所を聞き出しちゃって。ちょっと待ちなさいよブス。わざわざ気に入らない奴らに頼んでまでこの男を用意したのに話が違うじゃない。知らないわよこのドブス。ドブス。ドブスの上に耳まで悪いのね。それとも悪いのは頭の方かしら。聞こえなかったなら何度でも言ってあげるわ。このドブス、シャクレア号、深海魚女、王脚扁平足、入れ土、入れ花、垂れ尻、バッカルファットカット。おお、なんという軽眼。お嬢様の弱点を次々と的確に。あんた、お付きの人？はい、現実世界からミレイお嬢様のお世話係と。失礼ですが、あちらのお嬢様、人生経験がご豊富とお見…あんたもそう思いますか。的確なご指摘、お見事です。確か…もうこうなったら、私とお前のどちらが美しいか、歳三、準備なさ。直ちに。ちょっと、何言ってるの？おだまり！お前が勝てば、あの貧相な彼氏。その代わり、私が勝てば。だから彼氏じゃないって言ってるでしょ。冗談じゃないわ。なんで。もうで、何をする。ルールは歳三が説明。せいぜいあがくことね。お前が負けて落ち込み泣きじゃくる姿が容易に。
なんでこんな面倒。あのチャラい人、本当に琴乃先輩の彼氏なんですかね。そりゃあの見た目なら彼氏の一人や二人いるってば。現実見、ひもてはひもてらしく、陰キャは陰キャらしく、身の程わきまえて生きてくしかないよ。全然励まされないんですけど。まあ男女関係のこじれなんてどこにでもある話だろ。ほっといてやるよ。あまり詮索するのは良くないですよね。でも琴乃先輩の相手としてはちょっと意外な感じがしないです。ああいう、何してんの、置いていくわよ。早くあの女にミュウの居場所を聞き出さないといけないんだから。こわ、よくわからないが機嫌が悪いようだな。早く行こう。アリア、サポートよろしく。全力で行くぞ。イズル、助かったよ。大したことはしていない。全力で行くぞ。イズル、助かったよ。大したことはしていない。始めようか。手加減はなしだ。
イズル、助かったよ。大したことはしていない。ショーゴ、準備はいいか？ああ、帰宅部活動開始とするか。さあ、先に進もうか。行けるか、イズル？当然だ。手加減はなしだ。頑張ったね、スズナちゃん。はい、先輩のおかげで。楽な相手ではなさそうだ。全力で行くぞ。やりすぎちまったんじゃねえか。
それはすまない。鈴音ちゃん大丈夫？はい、ご心配おかけしてすみません。いい調子だ。少し自信を持つといい。Bye.
Mm-hmm.